まず最初にその法学の特色ということなんですが、皆さんはこれまでの学校教育の中で、法律のことを、どれぐらい学んできたかということを振り返りますと、おそらく小学校6年生とか中学校3年生くらいの頃に、日本国憲法の大まかな仕組みを勉強したりとか、あるいは、高校の、公民の時間ですね、現代社会とか政治経済とかで、ある程度ですね勉強したという人がいると思います。たまたま私が参照した高校の公民の教科書で見てみますと、ここに上がっていますように、日本国憲法の基本原理とか日本の政治機構というような項目がありまして、これは、京都大学では憲法第1部とか憲法第2部で勉強する内容と重なっていますし、現代社会と法という項目では幅広く民事法、刑事法、行政法に関する基礎的な内容が紹介されていました。しかしそのページ数は全部で38ページしかなくて、教科書全体でいうと2割ぐらいの量しかありません。これに対して法学部ではその法学政治学を4年間もかけて勉強するということになっております。法学部では政治学も勉強することができまして、例えば京都大学法学部ではここに上がっているような科目が開講されております。また法学は中で大きく2つに分かれていて、歴史とか哲学とか社会学との接点にあたるような基礎法学と呼ばれるグループと、具体的なですねルール、条文になっているようなルールを勉強する実定法学とに分かれております。それで私が所属しているというか勉強している行政法という科目はですね、ここにあるわけですけれども、先ほど教務関係についてご説明いただいた橋本先生、あるいはその前の学部長の山本恵三先生はこの民法という科目をご担当しておられます。さて、その実定法はさらにですね3つのグループに分かれていまして、私がやっている行政法は憲法と同じグループで公法というところに含まれております。この公法というのは我々と国あるいは地方自治体ですね、都道府県とか市町村との関係のような公共部門に関係するルールを勉強しております。でこれに対して民間、つまり我々同士の関係を扱うのが民事法でありまして、民法とか商法とか民事訴訟法とかがここに含まれております。最後にですね、刑事もののドラマとかでよく出てくる刑事法というのは刑罰あるいは犯罪に関するようなルールを扱っておりまして、刑法あるいは刑事訴訟法といったものが含まれております。しばしば六法というふうに言っていますけれども、六法というのはこの中で憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の6つの法であります。で司法試験の論文式ではさらに行政法も入っていますので、六法プラス行政法で基本法科目というふうに呼んでおります。さて、その法学の考え方を非常に簡単に単純化して説明すると、社会における複雑なあるいは多様な人間関係というものを権利と義務に分解して考えるというところに特徴がありまして、しかも権利や義務があるかないかで問題を解決する発想だというふうに言うことができます。例えばある人がパソコンを買おうという場合には、売り手と買い手の間に売買契約というものが成立しまして、この契約に基づいて代金を支払う義務とかパソコンを引き渡す義務というものが生じます。これは相手から見ると代金を受け取る権利あるいはパソコンをもらう権利ということになります。でこのような権利とか義務というのは売り手と買い手の自由な意思の合致から生じていますけれども、それが裁判所に持ち込んででも強制的に実現できるのは民法という法律があって、売買契約の仕組みがそこに書いてあるからです。このように法学の世界では法令の規定に従って当事者の意思あるいは一定の事実、例えばその交通事故とかですね、そういう事実が生じれば権利義務が生じるという考え方をとっています。そして揉め事が起きた時には誰にどんな権利あるいは義務があるのかということを判断して解決に持ち込みます。また紛争が起きないような予防の仕組みもその延長で考えています。人間というのは他の生命体とは比べ物にならないほどに社会的な分業を発達させていますので、
社会において紛争、揉め事は必ず生じます。法律家はこうした紛争を解決し、あるいは予防するということを職務にしていて、まあ、ですので社会の意思というふうに呼ばれることもあります。では次に、権利とか義務がある、あるいはないということはどうやって判断するのかということです。法学の世界では法的三段論法というような考え方を取ります。その出発点は大前提、ルールです。例えば、まあ、皆さんほとんど高校生だと思いますけれども、高校生は勉強しなければならないというルールがあるとします。で、次に出てくるのは具体的な事例において問題となっている事実でありまして、これを小前提ということがあります。この場合、まあ、太郎は高校生であるという事実ですね。で、これを先ほどの上のルールに当てはめると、太郎は高校生だから勉強しなければいけないという勉強する義務があることになります。逆に事実としてですね、花子は高校生ではないとすると、さっきのルールからすれば花子は勉強しなくていい、つまり花子には勉強する義務がないということになるわけです。その親とかですね、学校の先生は必ずしもこういう言い方をせずに勉強しなさいと単純に言うだけだと思いますが、なぜ単純に勉強しなさいというふうに言わずにこういう回りくどい言い方をしているかと言いますと、誰にでも当てはまるルールとか基準を設定することで決定が公平あるいは平等に行われるということを目指しているからです。紛争を解決するということが大きな使命である法学では、相手方をどうやって説得してその決定を受け入れてもらうかということがとても重要です。そこで一般的なルールを決めてそれに従って判断していますよということにすれば、紛争処理の結果を概ね予測することができますし、そのルールを前提にして人々が行動を決めることができます。このような一般論と個別の事情という区別は法律の問題だけではなくて人を説得するときにも使える技術でもあろうかと思います。